今回紹介するのは Amazon、Yahoo ショッピング等で販売している格安のワンポールテント。これビダリドっていうんですかね、ビダリド。以前こちらの商品を室内で開封確認した動画と大雨の中で設営撤収してきた動画はすでにアップしてますが、今回やっと晴れの日に貼ってテントの全体、中の様子の紹介ができそうなので、こちらの格安テントの紹介をしていきたいと思います。こちらインナーテントは 2.4×2.1 の長方形です。外から見ると六角形ですが、フライが六角形なだけでインナーは長方形です。収納サイズはこちら 16cm16cm で、62cm ですね。で、重さが 3.9kg、まあ軽い方だと思います。 3.9kg。 生地はポリエステルですね。ポリエステルでちょっと薄いかなぐらいですけれども、まあコールマンとそう差はないと思います。で、耐水圧の方はフライの方で 2000mm、 フロアが 3000mm なので、数値だけ見るとコールマンなどとそう変わらないレベルかと思います。セットのガイロープとペグは使い物にならないと思うので、すぐ交換がいいと思います。そのあたりは事前準備動画の方を参照ください。それでは早速テントを張ってレビューしたいと思います。グランドシートには豊かメイクのシートを使ってます。確か 1.8×2.7m だったはずです。付属ポールはアルミのメインポール1本とキャノピーポールが付いてます。インナーテントの出入り口は前後に2箇所。これフロントを立ち上げれるので、ちょっとした荷物置きの場所や雨の日に靴を濡らさずに済むと思います。フロントの立ち上げ部分が何気にこのテントのいいポイントですね。フロントを立ち上げて後方を開けておけば風通しは良さそうです。メインポールにはランタンフックがついてます。ポールはあまり頑丈そうではありません。天井には空気を抜くためのメッシュが2箇所あります。フライシートと連動しているので、フライシートの方のベンチレーションも2箇所あります。インナーテントの両サイドには空気の循環用の窓があり、こちらも十分な大きさかと思います。テント内には小物を入れるポケットがあります。コールマンにあるような電源コードをテント内に入れる小さいチャックはありません。
テントにはスカートがないので、冬に使うというよりは、3シーズンぐらいと思った方がいいと思います。これインナーテントを外せば、タープ、シェルター的な使い方ができます。このビダリダのワンポールテント、ソロで使う分にはそんなに悪くないテントだと思います。設営、撤収が早くできるのもワンポールテントの魅力です。何よりこれは低価格なのも魅力でした。私が買った時で1万3000円ぐらいだったと思います。今ちょっとなんか値上がりしてて Yahoo だと2万円前後、Amazon だと1万6000円ぐらいですかね。キャノピーで立ち上げた前室があって、インナーがソロで寝る分には十分な広さがあるので、その寝てる反対側に荷物も置けますので、メーカーをあまり気にしないって方には、このソロテントを十分使えると思います。ガイロープ、自在金具、ペグ等、このあたりちょっとセットに入ってるのがあまり良くないので、このあたりを変更、交換してしまえば、それなりに使えるテントだと思います。